体調が懸念される中、仕事に復帰して頑張ると意欲を見せました。体調管理に万全を期すために、先般おとといですね、検査を受けました。これから再び仕事に復帰して頑張っていきたいと思います。安倍総理大臣は3日間の夏休みを終えて午後総理官邸に入りました。政府関係者によると菅官房長官らが長めの休養を取るよう助言したものの、安倍総理自身が今日からの公務再開にこだわりました。先ほど面会した萩生田文部科学大臣によると、安倍総理は責任を持って陣頭指揮を取りたい、体調は大丈夫だと話したということです。